1本目が、キングセイコーファーストモデル、キンバリーですね。で、1963年製、61年に発売された、第二セイコー社で製造されたキングセイコーのファーストモデルの後期型になります。入荷した個体はシルバーのダイヤルに金針のケースに、アルファ針の組み合わせになります。全体的にこうメッキの剥がれも見られず、ダイヤルも、そうですね、ルーペで見てもダメージの感じない非常にいい状態の個体です。もう本当キングセイコー、グランドセイコーは本当に非常に足の速い時計なので、お探しの方はぜひ、ホームページチェックしていただければと思います。この動画はひょっとしたらホームページ出る前に、はい、あの出す可能性があるので、はい、ぜひ気になった方はね、はい、お問い合わせいただければと思います。はい、キングセイコー、グランドセイコーは本当に積極的に仕入れを行っている時計なので、ぜひ問い合わせいただければと思います。2本目、ロレックス6694のブラック、1961年製になります。こちらはブレスレットがついていて、リベットブレスがついています。でリベットブレスの年代はちょっと後年のものになるんですけども、非常に雰囲気のあったブレスレットがついています。でダイヤルは、もともとこれミラーですよね、ミラーのブラックがエイジングしてツヤがなくなって、全体的にちょっとマット調になっているモデルの形になります。でインデックスはこれくさびで、ゴールドで、レターもゴールドですね。これ抜き地でいいんですかね。抜き地ですね。抜き地です、抜き地のダイヤルです。はい、まあ、本当にヴィンテージロレックスらしいいい雰囲気の時計と思います。この手のやつはなかなかやっぱりこう仕入れようと思っても、すぐ出てくるものではないので、お探しの方はぜひこちらもチェックいただければと思います。カレンダーは黒黒ですね。実用的だし雰囲気もあるし、なんかシンプルにかっこいいですね。結構こうブラックにゴールドのインデックスってやっぱかっこいいですよね。最後です、ね、最後これ鳥ですね。1655エクスプローラー2の1975年製になります。ブレスレットは、惜しくも年代が少し違う、まあ、とはいえ、年代的認識的にはあったオイスターブレスがついております。でこれは、ダイヤルはマーク2で、ベゼルもマーク2ということで、まあ、いわゆる22ですね、22のエクスプローラー21655になります。これはコンディションはもう、もちろんこの小傷はあるんですけど、非常にがっちりしたフォルムで、ケースの面取りもまだちょっと残っているぐらいコンディションのいい個体です。でダイヤルに関しても、まあ、当然夜光はオールトリチウムで、針夜光もオリジナルだと思います。で24時間針に関しても、まあ、こちら重要だと思うんですけど、こちらの夜光もオリジナルで、割とこうオレンジが色あせた個体が多いんですけども、これは、発色のいい24時間針が残っていて、まあ、それがこう全体とコントラストになっていて非常にかっこいい時計だと思います。なかなかねこれぐらいの筒は出てこないので、もちろんお値段は安くはないんですけども、本当非常に希少な時計だと思うので、こちらぜひチェックいただければと思います。今回3本ご紹介していただきました。気になる時計があれば、ファイヤーキッズまでお問い合わせいただければと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。